スノーエンジェルを作る少女スノーエンジェルは、人その他の動物が、親切の上で手足を広げて、仰向けに寝そべり、腕を上下に動かし、足を開閉させる動きを繰り返すことによってできる、天使系の後、腕の動きによって、翼の形が、また足の動きによって、ガウンの形がそれぞれできる。スノーエンジェルを作ることは、よくある子供の遊びの一つである。 2007年2月17日、アメリカ合衆国ノースダコタ州の州都ビスマークにあるノースダコタ州会議事堂のモールと呼ばれる芝生に降り積もった雪の上で8962人が同時にスノーエンジェルを作った。その翌月3月28日にはこれが最も多くの人が同時にスノーエンジェルを作った記録としてギネス世界記録に認定された。 それまでの世界記録は、その前年、2006年2月10日に、同国ミシガン州フォートンにある、ミシガン工科大学のフットボールスタジアムで、同学の生徒、卒業生、及び、地元住民3784人が集まって、作ったというものであった。記事が残した、スノーエンジェル、アメリカ合衆国モンタナ州のボードイン国立野生生物保護区にて、人以外の動物が、 スノーエンジェル、または類人の跡を残すこともある。例えば、肘など一部の鳥類は、スノーエンジェルに似た跡を残す。また、ベッテルアザラシも氷を溶かして、表情にスノーエンジェルに似た、自身の跡を残す。ありがとうございます。